さらにその上のレベルいくとクイタンを使わなくなるんですよ。はい、ちょっと待った、これ50点ぐらいだと思ってるでしょ。60点ぐらいだと思ってる。うん、まあ、まあそうですね、60点。まあドラブラあるから、うん、言ったな。あとタイヤ、タイヤはあるし。もこちゃん、もこちゃん、これ何点だと思ってる？60点。あ、本当正直言ってみ、上げすぎかな、55点ぐらい。あのね、これね、はい、このハンちゃんの勝因になるか敗因になるかを決めるぐらいのハイパイなんすよ。ああ、上がれたら大きいけど、宝珠に結びつく可能性も高いって感じですか？これ、もこちゃん多分宝珠するんすよ。やだあの、一番やばいのが、はい、ドラ表示牌のウーワンがまずネックになって、はい、差し子の3色とか狙う時にも使うし、タニアを3色ドラドラとかが、麻雀って上手になればなるほど食いタンを使うんですけど、はい、さらにその上のレベルいくと食いタンを使わなくなるんですよ。え、あのね、鈴木太郎とか村上純とか大井高春ってあんまり食いタンやんないんですよ。はい、確かに、あ、まあ、高い時とかは見ますけどね。あのね、食いタンってね、手配パンパンになるんで怖いですね。リーチ来たら一見リーチにもまだ怖いのに二件に対応できないんですよ。うんうんうん、はい、で一番それが顕著に出るのが、はい、役牌も何にも絡んでないトイトイっていう役があるんですけど、あ、トイトイって初心者の頃すげえやるんですけど、やだトイトイ、はい、上級者になるとやんないんですよトイトイって。うんうん、うん、あれ一番効率悪いんですよ。トイトイだけのね、トイトイバンバンとか、あれチートイスより有効牌少ないんで。うん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 。はい。ポンは3人からできるって思い込んでる人いるんですけど。はい。あの、レベルが上がるとポンさせないんで。うん。うん。そんなションパイ中盤以降打たないんで。だから、この曲はね、繊細に打ってほしいんですよ。第1打、9万まであります。あー、絶対打ってないだろうな。絶対シャーカペイ打つんですよ。まあいいっす。シャーですな。まあやってください。はい。これモコちゃんやばいっすよ。親番ですから ね、大好きな。始まった。親って言いだ。いや、さすがにこれ初のとこで9万でいいだろう。確かに。初かされるのが嬉しいですね、これね。そうよ。うん。1枚切れとはいえ。そう。うん。いいよ。あ、でもチーソー引いてんだな。そうなんですよ。なるほどな。いいよ。うん。うんうん。誰かリーチ来い。嫌です、嫌だ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 何がなんてこと言うんですか。もこちゃん、これもこちゃんが痛い目見ねえと覚えねえから、はい、ほら来たリーチはい、タカちゃんの言う通り、あ、リーチ、はい、終わった、さよなら、グッバイもこ。いや、終わってない、降りれますもん。なんでだ、数万とか。え、降りれる降りれる。違うんだよ、どうせこれ上がれねえんだよ。3万押してる、ちょっと3万のチャンス。あ、本当だ、数は4枚目でした。うん、待った、あ、やめた、ちょっと待ってください。何をやめてんだよ、モコ、どうしたの。ちょ、手配開けて。何すげえリーチ来てんだ、チートイツ。あ、引っ掛けか。そうですね、引っ掛けだ、ありだね。うん、まあ、飛んでもよかったけど、飛んだとモコちゃんが、モコちゃんが放銃してるね。あ、まあ関係ねえ、他人のこと言ってもしょうがねえけど、もこちゃんマジでこれ普通に自敗待ちだと危なかったね。そうですね、ここでトンタンキでリーチ打たれたら、もこちゃんリーチ一発チートイ赤とか打ってるよ多分。打ってます。あ、チーワンギリリーチだった。これがタカちゃんの言うハイパイ時に思う不安なの。その感覚を身につけてほしいの。はい、あの手は危ねえの。みんなね、トップのことしか考えねえから、親でタンヤオでドラドララッキーなんだけど、うんうん、それじゃあね、地球人にで終わっちゃうよ。地球人で終わっちゃう、地球人レベルで終わっちゃうよ。うん、なるほどなるほど。うん、そんなんじゃ麻雀星人には勝てないよ。はい、うん、俺はあの時にヤバさを感じてたから、うんうん、ハイパイで。だったらストップ、この辺で聞いて、もこちゃん、ここでツモ E1 のとこでトン打ったりするんだよ。
E1 は3人に安牌。はいはいはい。あ、もうトンカサナリなんてもうそんな言ってんな、すぎるってことですね。そうだからもうもうそれがモコのポジティブすぎるところなんだ。そうなんですよ、私親番ドラドラあったら、うん、もう結構いっぱいいっぱいいっちゃいますね今。だからそれじゃ人間止まりだよ。うん。麻雀星人にならなきゃいけない、じゃあ。そう。それじゃダメ。この段とか抱えます？うん、これは抱えない。あ、これはいい、ね。この時は、はい、この時はまだトン白が大事で、うんうん、トン白ドラドラが大事なの。俺が言いたいのは数は2枚いらねえだろって言いたいの。うんうんうん、うん。うん。で、ここの数話の時に何切ったんだっけ？ハク？ハクです。あ、そうだそうだ、うん。この時に僕は数万2枚は使わないんですよ。あの、うん、カンウーマンのイーペーコーはありえないんですよ、僕の中で。まあ、めちゃめちゃ悪いですよね、表示牌の。ドラ表示とかありえないんですよ。はい。はい、だから、ここで数万をつもぎれると、麻雀が一つレベル上がりますよ。ああ、なるほど、なるほど。はい。はい、まあドラアンコったらどうすんねんって言う人いるけど、うん、まあ、まあそんなのあのたわごとは聞かなくていいんで、はいはい、地球上にそんなに強い人いないんで、うん、うん、あの超繊細で多い高あるレベルで言えばここで数万打つけど、ここは100歩譲って白でいいわ、うん、で100歩譲って白でいい、その次 E1 が3人に通ってるんだから、はい、大体通るんだから、さっき白打ったんならここでトン打っちゃった方がいいよ。あー、なるほど。もうね、一人に泣かれてるんだから、はい、トイメンがもしかしたらピンズの本質かもしんねえし、うんうんうん、あ、でもポン出し言いそうだから違うな、これ言いそうの周り絶対持ってるから、うんうん、うん、まあとにかくトンはいらねえからもう、うん、なるほど、パーツも足りてますしね一応。そうだね一応、うんうんうん、まあそれぐらいでこの曲は、うん、なるほど、うん、あ、でリーチ入って、リーチ入って積もられましたという感じですね。でもこれあれだったな、危なかったな。そうですね、危なかった。予告通り危なかったな確かに。あ、次行こう。あ、そうか、ちょっと待ってくださいね。これでもアベマズの連中もこんな感じになるよ、はい、あ、本当ですか。あ、ただ白鳥だけはここで数万打てるかな。いや、ここ数万、あ、ここか、ここ数万打ちか、なるほど、うん、なるほど、うん、いやー、そうか、まあでもそれは難しいレベルだ、うん、うん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 、はいはい、じゃあ次いきます。うん、ちょっと待った、はい、出たな。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。こっちの動画も見てね。